株式会社 e ネットはコンビニ a t m e ネットを運営する企業。コンビニエンスストアにおける ATM の保守管理、ATM に関する事務受託業務等を主たる業務として設立。コンビニだけでなく従来の店舗外共同 ATM についてもアウトソースを受け負う。全国の都市銀行、新宅銀行、地方銀行、第二地方銀行やコンビニエンスストア、 リース会社などの共同出資により設立された。銀行をはじめとする金融機関 ATM 管理を主たる業務とするが、あくまでも金融機関のアウトソースを受けおのみであり、セブン銀行やイオン銀行、ローソン銀行などのようにイーネット自身が、預金や融資などの金融業務を行うわけではないため、業種としては金融業ではなく、サービス業に位置づけられる。 e ネット ATM が設置されている地域のうち、地元に本拠を置く地方銀行が現時点では未定形であり、その地方銀行に代わって、都市銀行各校や他の都道府県の地方銀行などによって設置されている地域がある。当然ながら、これらの地域では地元に本拠を置く地方銀行、第二地方銀行のキャッシュカードによる出金については、 e ネット提携外金融機関扱いとなる。2015年4月13日現在、このような事例に該当する地域は以下の通り。以下の各都道府県の一部の店舗で、各地元の地方銀行、第二地方銀行がいいネットと提携する以前に、林県の提携済みの都市銀行、地方銀行、第二地方銀行によって設置されている。また、 かつて同様の取り扱いをしていた事例として以下の地域がある。なお、これらのいずれにも当たらない事例として、富山県内において一部を北国銀行が管理をしている。その他突起すべき事項として、道の区銀行との提携解消が挙げられる。EE ネットはかつて道の区銀行と提携していたが、同行の都合により二千五年七月三十一日をもって提携解消し、 翌8月1日以降は同行のキャッシュカードはミックス扱いでの利用に変更されている。E ーネットとしては初めての提携解消で、現在のところ唯一の提携解消である。なお、道の区銀行は提携解消後もしばらくは E ーネットに出資していたが、現在はすでに E ーネット社の株式を売却している。青森県内の金融機関では、青森銀行が E ーネットと提携を行っている。 同社は2001年9月より、東京三菱銀行から簡易型 ATM による店舗外コーナー運営を受託し、現在おおむね大学、病院などの施設内である53カ所において三菱 UFJ 銀行 ATM として営業している。当然ながら ATM 手数料は三菱 UFJ 銀行 ATM の扱いとなり、 メインバンクプラスによる時間外手数料無料のサービスもコンビニ ATM ではなく三菱 UFJ 銀行 ATM の利用として優遇される。これらのうち一部の店舗には通帳基調に対応するため旧東京三菱銀行店に設置してある通帳基調繰り越し機が併設されている。なお通帳基調繰り越し機は ATM 統括支店ではなく 設置場所近隣の三菱 UFJ 銀行本支店が管理店となっている。2015年12月には翌年春以降をメドに地銀、第二地銀における海外発行キャッシュカードでの現金引き出しに対応した ATM のフルアウトソーシングを行うことを発表しており各管理業事項の ATM として運用する方針であることを明らかにしている。2016年4月現在 新型機導入拠点のみ、海外発行カードの利用が可能となっている。過去に設置していた、コンビニエンスストア上記のコンビニのほか、複数の金融機関の共同 ATM に変える、形で設置される事例がある。設置される場所としては主に下記の通り。なお、これらの場所では共同 ATM や、各金融機関の ATM コーナーが置かれることが、基本であり、 全ての店舗に e ネット a t m が設置されるわけではない。ありがとうございます。